私たちが普段何気なく使用している電気、その電気を作る過程で出る原子力発電のゴミの処分が今世界各国で課題となっています。原子力発電は使い終えた燃料をリサイクルすることができるため、エネルギー資源の乏しい日本では純国産エネルギーとして有効活用されることとなっていますが、リサイクルの過程で放射能レベルの高い廃棄物が発生してしまいます。今回はその高レベル放射性廃棄物の現状について、青森県六ヶ所村の再処理施設と高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにお邪魔させていただきます。ここは何の施設でしょうか？ここは原子力発電所で使い終わった燃料を水の中で保管する貯蔵施設です。使い終わったといってもその9割以上に再利用できるものが含まれているため、再処理工場で再利用できるものを回収するまでの一時保管をしています。何本ぐらいの使用済み燃料が保管されているんですか？この貯蔵庫の中には1万2000本以上の使用済み燃料を保管しています。どうやって保管してるんですか？水深約12メートルのプールの底に貯蔵しています。プールの水は使用済み燃料から出る熱を冷却するとともに放射線を遮る効果があります。ここでは何を行っているんですか？再処理工場の工程の状態を遠隔で運転監視するための制御室です。一般60名以上の運転員が3交代24時間で作業しています。再処理というのは具体的にどういったことを行うのですか？使用済み燃料に含まれる有用な成分であるウランとプルトニウムをそれ以外の物質と分離して回収するため、使用済み燃料を小さく切って酸で溶かし、有機溶媒という油で有用な成分を9割以上回収します。それ以外の物質は再利用できない廃液のため、ガラス原料と溶かし合わせて固めます。それが高レベル放射性廃棄物です。なるほど。どのくらいの数の高レベル放射線廃棄物が発生しているのですか？再処理工場はまだ運転していませんが、試験運転の中で実物の使用済み燃料の処理を行い、ガラス固化体を346本作りました。作ったガラス固化体は再処理工場のガラス固化体専用の貯蔵庫で安全に保管しています。ここは何の施設でしょうか？この施設では海外で作られたガラス固化体を日本原燃が電力会社から委託されて貯蔵管理しています。現在フランスとイギリスの再処理工場で作られたガラス固化体1830本を貯蔵しています。どうやって保管してるんですか？このガラス固化体貯蔵庫の床は約2メートルのコンクリートでできています。そのため、その下に貯蔵しているガラス固化体からの放射線を十分に遮ることができ、その上に人が立っても全く問題はありません。どのくらいの期間保管されているんですか？放射性物質は時間の経過とともに減ります。この貯蔵庫では処分場に影響を与えない発熱量になるまで30から50年間貯蔵します。このような方法で安全に保管されているんですね。この貯蔵庫では冷却するための機械も電気も必要としていない自然空冷システムとなっていますので、ほとんど人の手を必要とせずに安全に保管できるようになっています。将来的には人間の生活環境から遠ざけ、長期的に安全を確保できるよう地下300メートルよりも深い安定した岩盤の中に埋めて処分することとなっています。高レベル放射線廃棄物の現状を全く知らなかったので、私たちも真剣に考えなくてはいけませんね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。これまでの原子力発電の利用により、高レベル放射線廃棄物はすでに日本に存在しています。皆さん一緒にこの問題と向き合っていきませんか？